あ、クゼさん、起きたんだ。5時過ぎじゃないですかね。はい、しこたまです。夜に寝れなくなりますね。え？なんでそんなことしなきゃいけないんですか？膝枕なんて子供じゃないんですからしませんよ。するのもされるのも恥ずかしいし。ん？どうしたの？あ、そういえば洗濯終わっちゃいましたよ。謝ることじゃないです。クゼさんと同じ頃に寝こけてましたけど、午後になったら起きて駅に行きました。洗濯物は出さずに。そりゃもうバッチリ。洗濯物出していかなかったですけど。というか、私一人じゃクゼさんをソファーに持ち上げることができなかったので、レンジに手伝ってもらいました。そうそう、こう、足を引きずって、頭がテーブルの角にぶつかって、一人じゃ無理だなーって悟りました。キャッ！どうしました？うん、そう言われればそうなりますね。いいですよ。たまにはこういうのんびりした日があってもいいかなって思ってましたし。夏休みですから。水木ちゃんのお守りって俺が代わってやろうか？お守りを代わってやろうかって言ったんだ。何の話をしてるんだ？違う。お前が大変だろうから代わってやろうかって言ってるんだよ。千尋は手がかからないからいいんだよ。それにだからこそ一人でも二人でも変わらないし。
この町での仕事も今年で終わりなんだ。引き継ぎをするだけで今はこれといってやることがないんだ。俺のって、まさか惚れたのか。そういうこと、あの子に言ってあるのか？クゼさん、なんだか眠れなくて、涼みに外に出てたら窓から明かりが漏れてたので。あ、もう寝ますか？すみません、レンジは起きてたんですけど、勉強中で邪魔できなくて。そうですね。夏休みですし。実は夜更かしって結構久しぶりで楽しいです。取りません。
レディーに失礼ですね、久世さんは。久世さん、あれは？バイオリンが修理から戻ってきたんだ。それじゃあ何か話をしましょう。何がいいかな。夏っぽいことがいいですよね。ワイダンって何です？みかん畑のことですかね。マトと食べ物の話。なんかもう失礼もそこまで突き抜けると尊敬しちゃいそうですよね。ぴったりですね。はい。いいえ、全然バッチリバッチリ目が冴えてますけど。人がいる。そういう人って綺麗で憧れます。わお、そのセリフはロマンチックでかっこいい。それで、クゼさんの恋愛はどうなんですか？ああ、なるほど。クゼさんが日村さんを好きな気持ちもわかります。私も、ケイ先輩や千尋先輩のためなら！私は先輩方と比べれば可愛くないし騒がしいし、そういう話は似合いません。
実は2回ほどありました。でも付き合ったことはないんですよ。やっぱり分かりません。人を好きになるって難しいです。久世さん、隣に座ってもいいですか？ええ、いい夜ですわ。どうでしょう、前に飲んだことがあるらしいんですけど、よく覚えてないんですよね。誰もその時のことを教えてくれないし、はて、ねえ、久世さん、あのバイオリンを弾いてもいいですか？いいえ、触ったことどころかテレビでしか見たことないですよ。思ったより実物って小さそうですね。どうしてですか？なるほど。ドとかレとか押しただけじゃ出ないのか。そうしましょう。でも、なんだかほんわかしてて気持ちいいですね。久世さんの部屋はまったり空間です。これが大人の魅力？席替えです。久世さんは節度と理解と漂白なお兄ちゃんですから。
さっきまでは眠くなかったのに、なんで？ここで寝ていてもいいですか？クゼさん、突然なんですが、私、クゼさんに恋しちゃったみたいです。うわ、汚っ。なんですか、一体。ちょっと真面目に聞いてくださいよ。昼間ですね、久世さんが寝てる時に CD を聞いたのですよ。クラシックなんて眠たくなるだけかと思ったのに、すごかったです。びっくり桃の木です。静かな曲はやっぱり眠くなりますけど、それは気持ちいいから眠くなるわけでして、いいものだと気づきました。それにいきなりドカーンってなる曲もあるんですよね。かっこよくて背中が震えてチリチリしました。ジャカジャカすごいやつ。でも一番びっくりしたのはクラシックが色っぽかったことなんですよね。普通の曲みたいに歌詞とかついてないはずなのに、誰かに耳元で囁かれていると言いますか。あなたのことが好きです、そんな風に言われているみたいで、ドキドキしたんですよ。やっぱり。そうなんです、やっぱり恋をしてる人は綺麗なんですよ。そんなこと考えてたら、そんなことを考えさせる演奏をしてるクゼさんが気になって。これって恋？つまりクラシックって猥談なんですね。
その温かさを女の子は覚えていた。いつかの出来事。女の子の隣に大きな男の人がいたことがあった。それはずっとずっと昔の話。楽しいお話。悲しいお話。おぼろげな記憶の向こう岸にある風景。男の人が言った。息が白く染まる。寒い日だった。とても寒い日だった。だから、女の子は無意識に彼の手を取った。それは自分のためではなく、むしろ男の人の方が寂しそうで、迷子のようだと思ったから。力が強くてちょっと痛かった。でも温かい。女の子が彼を見上げる。そして気がつく。お兄ちゃん、泣いてるの？男の人が泣いていた。何でもない顔で、自分でも気づかぬ涙を流していた。だから女の子は意志を引き継いだ。この大人の人をこの世界から守ってあげなくちゃ、と。深海から気泡のように海面へと浮かび上がる。儀式のような目覚めだ。何か違和感を覚えたが、そもそもいつもとは違う目覚めの風景だった。久世さんの部屋だ。あれ?どうしてこんなところで寝てるんだろう。クーラーが効きすぎていて、少し寒い。二の腕をさすろうとして、ようやく久世さんに寄りかかって寝ていたことに気づく。記憶にございませんね。冗談めかして言いながら、これではまるで政治家や千尋先輩のようだと思う。昨日は夜中にここに来て宴会をして、そこから先の記憶がない。時計を見ると5時。一瞬それが午後か午前か判断がつかなかった。窓の外が暗い。まだ夜明け前だ。あまりにも静かすぎる世界。この静けさが久世さんの世界なのだろうか。彼はソファーに座ったまま目を閉じている。私は昨日と同じように顔を近づけて彼の口元に手をかざした。小さくて穏やかで温かい吐息が触れる。よかった。安心する。一人じゃ眠れないって言っていたから遊びに来てよかった。辛いことはね、元気に伝えるべきなんだよ。彼の前髪の一房に指を当てながら微笑む。本当に子供っぽい人。でも、大人の人。子供か。
隣に座って再び寄りかかる。ここは寒いから、もう少しだけこうやって眠っていよう。寒いという感覚と寂しいという感情は似ているから、私はまだ子供だから。難しい女心だな。あらあら、まあまあ、おはようございます。いえ、ちょっと。どっちを？バカじゃねえの？だからさ、喋るなよ。俺はそういうのにもう関わりたくないんだよ。俺はシンプルじゃない。そうだったとしても、子供じゃないだろうが、お前は。お前の責任が8割5分ってところだな。冗談ばっかり言いやがって。本当のこと言えよ。お前、自分から瑞希ちゃんと一緒にいるのをやめさせてくれって頼んだんだろう。それは僕が聞きたいことだよ。はあ、とぼとぼと隣を歩くレンジがため息をついた。周囲の人たちが何事かと視線を向けてくるが、そんなことは気にならないくらい二人とも落ち込んでいた。
ナメクジみたいに黒いオーラがただ漏れてそう。いきなりお目付け役変更ってなんだかな。レンジはまだいいよ。これで私あと3日はレンジが学校から帰ってくるまでうちで軟禁生活だよ。自業自得って一体昨日何してたの？もう全然記憶にないんだよね。気づいたらレンジの部屋で寝ていたのだ。おばさまは笑うだけで詳しい説明はしてくれなかったし。酔ってたんだってね。その勢いで瑞希が久世さんを襲ったとか。いや、普通は逆だからそれ。顔の前でひらひらと手を振る。寝ている時に可愛いなって一瞬ほっぺにキスしてやろうかと迷ったことはあったが、つまり私の方がそういうことをされてしまったのだろうか。そっと唇に指を当てる。ま、どっちのせいか知らないけど、4日も持たないってすごいよね。あは、褒めてねえよ。なめくじモードに戻ってレンジが肩を落とす。ああ、せっかくの千尋との静かな時間が。結局、彼の不機嫌の理由はそこなのだろう。というわけで、二日ものですが、今日からお世話になります。いえいえ。ペコリと千尋先輩も会釈してくれる。表情こそないが、言動には心がこもっていて嬉しい。かわいいなぁ。持って帰りたいなぁ。私のお姉さんか妹になってくれないかなぁ。というか、千尋先輩、私が誰だかわかりますかね？みずきちゃんです。鈴を転がすという言い方がしっくりくる、可憐な微笑みを先輩が浮かべる。髪型に特徴があるので、一番わかりやすいですよ。ああ、なるほど。とりあえず、どうしようか。普段からアレンジたちは何をしてるの？何をって？ここで夕方までおしゃべりしていたり、喫茶店に行ったり、海とか公園に散歩に行ったりですね。手帳をめくりながら千尋先輩がつぶやく。はっきり言って地味だ。一体どんな話をしてるんです？興味があって尋ねる。千尋先輩はさらに手帳をめくって、目の前にある線路を指さした。世界には電車がいっぱい走ってますけど、その線路って血管みたいですよね。血管？あまりにも飛んだ内容に笑ってしまった。千尋先輩はどうして私が笑ったのかわからないようで、真面目な顔をしたまま小首をかしげる。そうです、いろんな場所につながっていて、それがまるで人間の血管みたいだなって、最近した話の一つです。私はレンジを横目で眺める。もうちょっと色気のある話をすればいいのに。そんなアイコンタクトに彼は苦笑いしながら肩をすくめた。メールというかインターネットもそうだね。世界規模で見れば脳のシナプスみたいだなって。ああ、そう言われれば。
携帯電話も。なるほど。なるほど。と、もう一度つぶやく。やっぱり繋がっていたいのですかね。人と人が？世界と。千尋先輩の口から出ると、どんな言葉もすごい意味を持っているように思える。世界と繋がっていたい。若い美空で、なんでこんなこと話しているんだろう。あ、そうか。どうかしましたか？いえいえ、なんでもないっす。私は首を横に振る。そして再びレンジを見た。黙って耳を傾けているだけだった彼も、さりげなくうなずく。世界とつながっていたい。それは、千尋先輩だからこその言葉なのだ。レンジから聞いていた、あの半年前の忘れられた物語を思い出す。あれ？何かが頭の片隅で引っかかった。とても些細なものだったが、お魚の小骨が喉に引っかかっているみたいで気持ちが悪い。急に自分にスイッチが入ったのを感じる。ここ一年ほど、ヒロ先輩とかケイ先輩とかレンジとか、誰かが変な質問をしてきた時に入ったスイッチ。視線を動かすと、レンジと千尋先輩が何かを楽しそうに話している。だけど音が遠い。セミの鳴き声だけがやけに耳につく。うわんと夏の熱で世界がねじ曲がるように、半年前とは異なる二人の関係。上辺だけで噛み合っていて、実は噛み合っていない。クゼさん、唐突にいつか彼が浮かべた千尋先輩のような笑みを思い出した。ソフトクリームに釣られてすっかり忘れていた。いや、覚えてはいたんだけど、本人が聞いてほしくなさそうだったから忘れているふりをしていたこと。ずっとずっとすぐそばにいたのに、私とクゼさんは噛み合ってなくて、距離が離れて初めて疑問が形になった。ねえ、レンジ。ふわふわと軽い口調で話しかける。どうしたの？クゼさんは、レンジやおばさまたちも、何を隠してるの？レンジが変な顔をした。いや、千尋先輩も微妙に視線をそらした。なんだろう。やっぱりね、今私じゃなくてあの人を一人にしちゃいけない気がしたの。クゼさんって溺れてるように見えないかな。一緒にいるのならそれだけでよかったのに。手が届く場所だったら。でも海の底に行ってはいけない。あそこは普通の人が生きていける場所じゃないから。クゼさんのこと好きなんですか？私の代わりにレンジが声を上げた。千尋先輩が右の瞳だけで私を見つめる。ある人が言ってたそうです。人を好きになるってことはどうしようもないことだって。それはどうしようもないことですか？
よくわからない。でも、どうしようもなくなりそうで、怖いのかな。今なら、何かが、まだ間に合うような気がした。お前、自分から、瑞希ちゃんと一緒にいるのをやめさせてくれって頼んだんじゃないのか？真面目に答えろよ。やっぱりそうなのか。なんでそんなことを。フルネームで呼ぶんじゃねえよ。反応ができなかった。レンジは自分の胸を親指で示す。特殊な心筋症らしい。半年前にも兆候があったみたいだけど、もうどうにもならないんだって。本当の話なんですか？千尋先輩に視線を向ける。彼女は静かにうなずいた。私はいまいち実感が湧かない。死ぬ。久世さんはもうバイオリニストでもないんだ。あえて感情を表さずにレンジが続ける。悲しそうでもなく、淡々としすぎていて、逆にそれがリアルに感じる。こんな冗談みたいな作り物の街の中で。だましだましでもやれると思ったらしいけど、ある日のコンサートで演奏中に発作を起こして、舞台をめちゃくちゃにしてしまった。それが知名度だった。もちろんニュースにもなったけど、クラシックの一演奏者が倒れたなんて、注目してる人間でもなければ気づかないだろうから。そこで冷たすぎたと思い直したのか、頭をかいてレンジはため息をついた。多分ただの旅行で来た瑞希に教える必要はないと思ったんだ。僕や母さんもだろうけど。状態で私と一緒にいてくれたの？こんな暑い夏の日を笑って一緒に歩いていてくれたことを思い出す。悪い夢を見るのだと
寂しそうな瞳でつぶやいたことを思い出す。さっきも言ったけど、どうしようもないんだ。だから気を使わないでくれと本人に言われていた。普通でいてくれと。あの人は本当に嫌なことはしないから大丈夫だよ。そんなの。美月ちゃん。静かな声が私の言葉を遮る。千尋先輩は祈るように胸に手を抱いて。私は、クズさんがどんな人かわからないけど。でも、その人もわかってるんだと思います。そういう精一杯もあるんです。わからない。二人とも私に納得しろと言っているのだろうか。子供をあやす大人のように。でも何を。なんだかムカッパラが立ってきた。手のひらを握りしめる。力を貸してください。テイ先輩、ミヤコ先輩、傍若無人で、ユイが独尊なヒロ先輩。こんちくしょう。本当にやるのか。なあ、クゼさんよ。世の中、そう都合よくお前の思った通りに行くかね。俺の希望だよ。グーテライゼ、クゼ。私は窓辺に立ってぼんやりとしていた。夜も更けてきたが眠くならない。ずっと物憂げに、明日からどうしてくれようかと考えていた。瑞希ちゃんがダース・ベイダーみたいに黒いオーラを放ってるけど、どうしたの？おばさまのささやく声。私ではなく、レンジに聞いているのだろう。いや、気にしなくていいから。そっか。じゃあ私は明日も早いし、お風呂入って寝よう。レンジも一緒に入るかな？
バス。バスってことはお風呂だね。拒否。チェ、入りたくなったら途中からでもいいからね。何の途中だよ。いやー、お姉さんだってたまにはエッチな気分になっちゃうし。じゃあねー。ほのぼのとした親子劇場が幕を閉じる。レンジのため息。そんな冗談のポーズを解いて、彼は真剣な表情で顔を上げた。でも水木、本当に何考えてるんだ？久世さんの家に行こうかな。今はやめた方がいい。じゃあ、どうすればいいの？何をどうすればいいと思う？それは、言葉が詰まる。その問いに答えられない。久世さんに会って、病気のことを知ったっていうだけ？レンジは、久世さんに何もするなって言うの？そうじゃないよ。それを勘違いしてたのか。なぜか笑いながら、レンジが首を振る。久世さんに何かをしてやりたいのは僕も一緒だよ。ただ、僕には千尋がいるからね。残念だけどそこまでは抱えきれない。それってひどくない？ひどいことかもしれないけど、そんな中途半端なままじゃ、久世さんも傷つくかもしれないから。私の横に立って、レンジが頭を撫でてくれる。子供扱いは嫌いだけど、でも、そうされることが自然に受け入れられた。そっか。レンジが本当に触れたいのは千尋先輩だ。それができなくて悔しいはずなのに。ごめんなさい。千尋先輩にも謝らなきゃ。何を？二人とも何もするなって言ってるのかと思ってた。しょんぼり。口にしなきゃバレなかったのに。でも、ちゃんと。え？うわ、髪を優しく撫でてるよ。千尋ちゃんに言っちゃおうかな。いきなり出てくるなよ！うふふふ。バッとレンジが振り向くが、おばさまは笑い声を残して、再び姿を消していた。さすがだ。まったく。おばさまも気を使ってるんだと思うよ。私もにひひと笑ってレンジを見上げた。あの人が何を考えてるかなんて。そこで電話が鳴った。こんな時間に誰だろう。つぶやきながら、レンジが電話に向かって歩いていった。私は時計を見る。もうすぐ23時。世間的には、非常識かどうか、どっちつかずの時間だ。あ、どうも。レンジが驚いている。久世さんからかと一瞬考えたけど、お隣に住んでいて電話も何もないだろう。はい。え？いますけど。なんだろう。
顔を向けた私とレンジの視線がぶつかった。彼は保留ボタンを押して受話器を置くと、肩をすくめて手を広げた。うちのお母さんから？いや、日村さんが瑞希に話があるって。日村さん？あまりにも意外な相手に私も驚く。ペタペタと電話のそばに立って受話器を持ち上げた。こんばんは。こんばんは。夜遅くにすまないね。いえ、構いませんけど、私に用事って何でしょうか？突然だけど、クゼのバイオリンを聞いてみたいかい？はい？本当に唐突な話題だった。もし聞きたいなら、今から海へ行くといいよ。海？海？私の声を漏れ聞いたレンジが重ねる。あの、何ですかそれ？レンジには聞こえないように小声で返す。詳しい話はできないが、最後のチャンスかもしれなくて、君にだけは伝えた方がいいだろうと思ってさ。私にだけ？賭けだよ。本当は干渉しないのが俺の主義なんだけどね。電話越しだけど、日村さんが子供っぽく笑っているのが分かった。行くかどうかは任せる。おやすみ。返事も待たず、電話は切れてしまった。私は受話器を置いて、もう一度時計を見た。瑞希、日村さんは何て言ってた？海？久世さんのバイオリンを聞きに、海に行く。瑞希！何？何気なくレンジに笑いかける。海って何のことだよ。ああ、日村さんがぜひ私の水着姿を見たいから、一緒に海に遊びに行かないかって。とっさに嘘が口をついて出た。今から海に行くだなんて言ったら、絶対に止められるから。嘘だ。嘘じゃないもん。お前、あの日村さんがあの顔でそんなこと言うところを想像してみろよ。君の水着姿が見たいから一緒に海に出かけよう。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 ムキュー！ざわわわっと鳥肌が立つ。ついた嘘の人選を間違えた。一体何する気なんだ、瑞希？ああ、それが、どうしよう。絶対にどうにもならないというか、マークを固くしてしまった気もする。仕方ない。奥の手だ。奥の手？私は、大きく息を吸って、家の奥に向かって声を上げた。おばさまー！レンジが一緒にお風呂入りたいって！うわ！お前そんな！え？ほんと？ズザーッと、今におばさまが滑り込んできた。というか、まだお風呂に入っていなかったことが気にはなるんですけど。ちょっと！
慌てて逃げようとしたレンジだが、珍獣よろしく捕獲された。大丈夫、最初は怖いかもしれないけど慣れれば平気だから。慣れるって何が、みずき、お前達者でな。ズルズルと引きずられていくレンジを笑顔で見送ってあげた。さて、気合を入れる。今度こそ本気で怒られるだろうけど、それでも行かなくてはならない。いざ海へ。